を抜け。試しと行くぞ。サムライアーガーがつっちゃうち。おい、うどんけくちゃはるた。船が燃えておる。戦か？調べてみれば。船の残片。この匂い、蒙古の火薬だ。ヒヤリの傷。火事だ。吹き飛んだか。生き残り。よりもう時がない。
誰の仕業だ。猛虎か。いや、他の海賊だ。裏切られた。山猫の一味が猛虎と結びやがった。兵具を手に入れ、ヒアリまで。その海賊はどこにおる。次に聞け。あいつなら知ってる。南の集落の赤い傘伝えてくれ。奴らが来る。ヒアリの音だ。逃げろ。山猫の一味、生き残りを殺す気だ。海賊が寝返るとはな。
父の記憶にはそこがなかったぞ。どれが幻で真なのかもはや見分けられまい。あの集落だな。訪ねてみるか。赤い傘の杉を知っておる者がいるはずだ。煙が。何が起きた。おびただしい火の矢が船から飛んできやがった。その船は猛虎に寝返った海賊のものだ。ある女が奴らを止められる。名は杉。赤い傘が印だ。知らないな。ヒアリの跡だ。新しいな。まだぬくい。人が住んでおった。あかね。私に用があるって何？害するつもりはない。ジンと申す。ことづてがある。集落を襲った船は山猫という海賊のもの。共に奴らを倒そう。私の居所知られてた。離れよう。集落のためだ。やだ、やめて。何も知りません。遅かったか。荷をまとめて私が戻るまでに。あんたは来な。待ってるからな。無理はしないようにするよ。どうせ無理ばかりするくせに。他の連中より小綺麗だね。次、山猫様がお呼びだ。セーベ、使いが上手くなったじゃないか。ふん、俺らは猛虎と手を組んだ。じきに島中の海賊を震え上がらせるぞ。皆殺しだ。Go!
殺しだ。山猫の一味は慎重で兵具も多い。船を止める時と場所も定めてる。なぜ知っておる？一味だったからね。私が止めなきゃ山猫は容赦がなかった。三平に会ってその務めが嫌になったんだよ。でも逃げ切れるわけがなかった。奴らの港を言え。俺が行く。一人で行くなら私は降りる。では結託するほかないな。立ちさばきを見て奴らを出し抜ける案が浮かんだんだ。でもその前にあいつらの巣を調べる。西の海辺に村の跡がある。そこで会おう、ブーンを。あんたも